こんにちは。今日も来年の干支ネズミの年賀状を書いていきたいと思います。今日はボールペンや筆ペン、水彩絵の具以外にも多用して書いていきたいと思います。それでは最初に中央のネズミを筆ペンで描いていきます。このネズミは置物のネズミです。着物なので リボンをつけておきます。それでは小竹梅の梅から始めます。今日は赤い梅と白い梅、紅白で描きたいと思います。赤い梅は顔彩で、そして白い梅はシルバーのサインペンで書いていきます。この白い梅の後ろに隠れるように赤い梅を描きます。そして今度はゴールドの点で花芯と輪郭を描いていきます。これで梅の木は描き上がりました。次は竹の葉っぱです。少し細めに描いていますが、ゴールドのボールペンで大きく
白い部分も囲みます。すると笹の葉っぱに立体感が生まれます。次は松です。上の方から少し濃いめのグリーンで次は薄めの グリーンで、またゴールドのボールペンで松葉を描きます。次に黒のボールペンで鼻と目と、目は優しく笑っている おひげです。薄いピンクで耳とほっぺたを塗ります。はい、これでネズミと小竹梅が描けました。少し隅の方が余っているので、今日は落款を押したいと思います。はい、これで書き上がりました。皆さんもお試しください。